エリサヨコは日本のキリガネ氏。2002年に諸工芸のキリガネの分野で3人目の重要無形文化財保持者に認定される。夫は仏師のエリアス氏へ、長女はキリガネ氏の桜友子、長男は芸術家のエリナオキ。京都市で京乳の老舗に生まれ、京都市立日吉が岡高等学校美術課程で日本画を聖安女子短期大学衣装科で染色を学ぶ。 1971年に、エリアス氏へと結婚して以降、切り金の技術を学び始め、1978年から、切り金氏、北村を北田の弟子となって、切り金の技法を習得する。本来仏像の荘厳技法であった切り金を飾り箱、夏目、工房、結界、屏風、ついたて、学装、壁面装飾へと応用し、その可能性を広める。また、 日本伝統工芸展において、日本工芸会総裁賞、日本経済新聞社賞や高松の宮記念賞、京都工芸美術展では、市長賞など受賞を重ね、夫のエリアス氏へとの二人展、仏像と霧金なども開催し、霧金の認知度を高めた。また京都造形芸術大学と龍谷大学で、客員教授を東京芸術大学大学院で非常勤講師を、 勤めるなど切り金の普及にも力を注いだ。2002年7月8日に全国最年少で重要無形文化財保持者に認定され、翌年にはエリアス氏へと共に京都府文化功労賞を受賞。建築や寺院の壁面、空間装飾の仕事も多く、京都芸品館では晩餐室、富士の間の舞台扉、響き流行院に切り金を施すなど多彩な活躍が、 続いていた。後継者の育成や、さらなる作品の制作の道半ば、ロンドンの大英博物館で開催中の作品展、現代日本の技の美で、実演と講演をした後、調査のため向かった、フランスのアミアンで、脳出血のため62歳で死去した。ありがとうございます。